父は腹を空かせた賊を木に吊るして罰したの。それとどこにサインがあるという。やはり戻ったか、侍。霊薬を受け取ったのだろう。あれは勇士への鼻向け、樹脂となりうる者にのみ送られる。俺を樹脂にする、それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。鼻向けを受け入れ樹脂となり、蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくば俺がこの手で潰してやる。鼻向けだと？呪いなど受け入れん。お前も砦に吊るしてやろう。鼻向けの無駄だ。なるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。鼻向けを無駄にしよって。黙れ、息の無駄だ。お前も砦に吊るしてやろう。の無駄だ。大高様に下れ。樹脂になぞなるか。毛を無駄にしよって。黙れ、息の無駄だ。
砦に吊るしてやろう。お前も砦に吊るしてやろう。鼻向けの無駄だ。なるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。黙れ、息の無駄だ。ふぬけめ、皆殺しだ。首を取れ。おい、待て。よくも鼻向けを無駄にしよって。幻影は恐ろしさを増し、いずれは死へと至らしめる。なぜ鼻向けを受け入れんのだ。クンビシュは多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。大鷹は全て見通していた。それゆえ守りが薄かった。ミスミス釣られ、ことづてを受け取ってしまったか。だがクンビシュは死んで、砦は取り返した。ありがとよ。おかげで戦える。無傷の者は負荷のところへ。残りはここにとどまれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ。負荷の隠れ家で会おう。